高評価、チャンネル登録、よろしく、ゆうき、よろしく、ゆうま。スタート。どうも、石垣ゆうまです。そして、アナミンです。よろしくお願いします。お願いします。今回は東方怪獣コレクションです。もうすぐ、ゴジラ70周年ですね。待ってました。素晴らしいタイミングにね。購入しました。東方怪獣コレクション32号と33号です。おー、待ってました。はい、それではね、早速開封していきたいと思います。それではね、開けていきますよ。はい、よいしょよいしょと。はい、まずね、32号。はい、32号ね。はい、こんな感じ。あ、これね、メダルですね。ジェットジャガーとガイガンとゴジラ。はい、今月のパーツ、ジェットジャガーの上部と両腕、そしてビオランテの腹部。腹部だよね。腹部ですね。はい、ビオランテね、ここにあるんですけどね。はい、このね、ビオランテね、はい、全部で15にわたって完成するという、この巨大なね、あのビオランテ。このビオランテを完成していくと、今回はだいぶね、半分ぐらい来たんじゃないか、ね、で、ね、次は腹部ということで、今回はジェットジャガーもついてるということで、これね、箱がね、はい、こんな感じになって、こんな感じになっております。はい、はい、32号、これですね。あ、はい、はいはいはい、ジェットジャガーとちょっと見えてる、はい、ジェットジャガー。それではね、これをね、ちょっとビオランテをちょっとくっつけていきたいなと思います。東方怪獣コレクションのすべての怪獣の造形は造形作家茨城明さん。ゴジラなどフルスクラッチによる怪獣の模型制作がメイン。他にも仏像、戦国武将、ジオラマなども手掛ける。造形工房 KOC 東京を主催し創作活動中。いや、その前にですよ。はい。はい。ちょっと東方怪獣コレクションで、ね、紹介していきたいと思います。はい。うんうん、32号。まず、開けますよ。おー、どん。ジェットジャガーですね。すごいね。縦ですよ、今回は。そしてね、今回の東方怪獣コレクションは、ピンナップグラビア、ジェットジャガーと、ザ・ムービー・ドキュメント、ゴジラ対メガロ1973の1位。映像の舞台裏、ビハインド・ザ・ムービー、ゴジラ対メガロ1973。そして、東方特撮映画史、田中智之伝ボリューム7。そして、東方怪獣グッズコレクション、ボリューム21、ジェット・ジャガーということでね、ここにね、ジェット・ジャガーのね、写真も載っててね、ピンナップグラビアがあると。うんうん、ね、そして、はい、出た、ゴジラ対メガロのポスター。あ、ポスターいいね、この色。はい、昭和感が溢れ出ております。で、次は、はい。はい、白黒です。で、こうゴジラ対メガロ、すごい状態、はい、ガイガンもね、ガイガンシュール、ね、メガロね、これ新たなる帝国の監督はゴジラ対メガロが好きだよね。あー、なんかね、言ってたもんね、はい、そうそうそう、だから怪獣映画、バトル映画になったんじゃないかと、うんうん、はい、東宝が打ち出した新機軸、ゴジラとヒーローの共同映画、ね、ビハインド・ザ・ムービー、ジェットジャガーとね、ゴジラがタッグを組むということで、うん、ここにね、貴重なポスターが、ね、ありますね。おー、英語ですね。はい、じゃあ次のページを見ていくと、はい、田中智之伝と入ってて、うん、そして左側、東方怪獣グッズコレクションね、ジェットジャガーを中心に載っていますと、うんうんうん、パンチパンチパンチセットって書いてあるね。おお、ね、あのね、やっぱ歌がね、はい、歌ということで、はい、ね、ジェットジャガーと組み立てガイドが載っているということで、はい、32号を組み立てていきたいと思います。はい、それではね、東方怪獣コレクション32号の前に、今までね、この大きさのビオランテかなりもうね、かなりもう出来上がってきてるんですけど、見える、はい、この大きさを測ります、重さを、はい、1キロ超えてます。1キロ超えてますね。で、このビオランテにさらに、はい、うんうん、パーツが
今回ねこのねパーツがついてくると。32号ではこちらがついてきました。これねこのパーツですね、おそらくここなんだよね。ねえっていうことですね。ちょっとポコポコしてるところがあるから、そうそうそう、ここにつけるんだろうね。うん、ここにつけますっていうことでこういう感じだなのかな、こういうことですね。はい、でそれでこういうことですね。あ、確かに確かにくっついた。ちょっと見てこれ、立体的になった。おお、よく見てもらっていいですか。ほらここのね、ほらほらこれ見て、ほら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 、ここがね空洞になってる、空洞になってる。中のさこの塗装もさ、分かってきて、この塗装がめちゃいいよね。ねこの茨城先生の手作りですよ。すごいです。はい、わこれをつけるとね、はい、これつけた、うわーですね。それでこれを上からかぶせると今回のビオランテができてくると。はい、こういうことですね。え、こういうことですね。はい、はいはい、これで腹完成ですね。これねフィギュアなんですけどね、ちょっと超重いんでねこれね、本当1キロ超えますから。いやいやもう結構ほらこんなんですから、はい、もうこんなんですからとしか言いようがない。これすごいね、これすごいですね。はいはい、それではね、そうジェットジャガーをね組み立てていきたいと思います。ここにねジェットジャガーありますね。ジェットジャガーの32号のパーツはこんな感じ。はい、顔見てみましょう。こんな感じですね。おお、細かくボコボコ作り込まれていますね。これ茨城先生の手作り、初めてジェットジャガー作った。お後ろもこんな感じね。ねえ、こういう感じね。なんかスーツ感もあっていいね。なんかさ、機械のね、マシンなわけじゃん。ジェットジャガーってさ。だけど、このさ、リアル感がいいよね。はい、ボコボコしてますね。いやほら。このカラーリングもいいね。カラーリングいいし、ね、シンメトリーじゃないからね。このね、顔も。顔もなんか、ね、人間っぽいっていうか、ね、はい。見てこのか、どう、うん、すごい目が合ってるよっていうことですね。じゃあちょっと手をねつけていきましょう。まず手この、ね、穴にね、はい、簡単に入ると。そしてここも簡単に入ると。はい、あやっぱ色がいいね、うん、色いいね、なんかこのレトロな感じ、はい、そして食べそしてって何かなと思ったら食べさせるんですね、はい、ちょうど入った、すぐ入りました。なんてかわいそうなことをしている、怒られそうだ、かわいそうです。で、まあ、ということで、まあ、サイズ感は伝わりました。そうそう、ということでこれが32号ですと。それでは東方怪獣コレクションの33号を開封していきたいと思います。今回のこれもね、今回またねビオランテのパーツ、そしてジェットジャガーがこれにて完成するということですからジェットジャガーね、我々茨城明先生とね、そう、はい、対談させていただいた時にビオランテの完成品を見させていただいて、そしてジェットジャガーもね完成したよね。そうそうね、触らせてもらったもんね。ミニラとかも見せてもらったんですけど、はい、それでは、あこれねまずね、ほらまだジェットジャガーゴジラ1973外観、メガロ、ということはメガロも東方怪獣コレクション出るんじゃないですかね。出てほしいです。そしてこのゴジラも出るんじゃないですかね。お願いしますこういう昭和のね貴重な怪獣こそ東方怪獣コレクションで出してほしいっていうのは僕の思いというかね、ファンの思いでもあると思いますが、ちょっと開けていきますよ、はい、ドンと、ん、あ、はい、入っております。これね、おお、ちょっと厚みがありますね。背びれです。おお、ビオランテの背びれついに来た。背びれが今回上部ですね。背びれの上部と、はいはいはい、ジェットジャガーの腹から下なるほどが入っておるということで、
はい、それではこれはね組み立てていこうと思うんですけど、その前に、はい、東方怪獣コレクションジェットジャガー、ね、はい、開けていきますよ。はい、今回はどんなのでしょうか。ピンナップグラビアジェットジャガー1973、またジェットジャガーですね、うんうん、ゴジラ対メガロムービードキュメント、ザムービードキュメントがありまして、映像の舞台裏ビハインドザムービー、ゴジラ対メガロ1973の ② これね、ムービードキュメントも ② ですね。そして東宝特撮映画史田中智之伝ボリューム8があって、来ました造形師茨城アギラの原型制作レポートと、そしてゴジラ豆知識というものが入っているということで、ピンナップグラビアこれね、はい、至高ですね。おお、いいねこのツーショット。それでね、はいはい、どんな感じ。おお、どう、いいじゃん。正義に戻ったジェットジャガー、ゴジラと共にメガロを倒せ。あ、メガロね、昆虫怪獣メガロ、うん、そしてシートピア、ゴジラ対メガロで説明がありまして、うんうん、はい、こういう説明がねちゃんと書いてあります、はい、メガロ外眼映ってますね、うん、このスーツの怪獣感、スーツ感の怪獣ね、うんうん、いいよね。まあこれもねちょうど皆さん購入してじっくりと読んでくださいって感じですが、はい、はい、映像の舞台裏ビハインドザムービー、映像の舞台裏ビハインドザムービーね、説明がありますね。怪獣ブームの再生と、そして左は田中智之伝ボリューム8、うん、そして来ました、はい、はい、我々が楽しみにしております茨城明大先生の原型制作レポート、今回はジェットジャガーですね。これもね先生ジェットジャガー多分初めてって言ってた。我々が対談させていただいた動画で茨城明大先生はこのシリーズじゃなかったら絶対に作らないっておっしゃってたよね。本当に、ね、もう本当にこのシリーズがなかったら絶対作らないですよね、はい、このシリーズがなかったら絶対作らないですよね、あ、絶対作らないですよね、あ、うん、茨城大先生は初めて作られた、初めてですね。そうそうそう、まあ、そもそもジェットジャガーって怪獣じゃないもんね。そこもね、なんか、うん、大丈夫なのかなと思ったけど、うん、可能性がね広がったから嬉しいよね。ジェットジャガー700分の1統一スケールのジェットジャガー1973です。これ並べるの楽しみですね、うんうん、はい、そして最後ゴジラ豆知識ボリューム4、誕生50周年を記念した特別企画でジェットジャガーの新作短編映画を上映ということですね。50周年を記念した特別企画があったということが書いてあります。うんうん、そして次のね、はい、東方怪獣コレクション34号ビオランテ食獣8、はい、パーツ8、そして35、はい、パーツ9が付属するということで、まだ完成しませんよ。おここでは完成しない、本当対策だね、対策ビオランテということで、33号を組み立てていきたいと思います。それでは東方怪獣コレクション33号をね、ちょっとね、こう、開けました。まずね、これでね、ジェットジャガーが完成みたいなんで、ちょっと下半身見てみましょうと。はい。こんな感じ。マークがあって、黄色いですね。黄色と赤。すんごい色鮮やか。黄色、赤、銀、そして青と。ね。なんかヒーロー感が出てるね。うん、それでね32号のジェットジャガーの上半身、はい、これ東方怪獣コレクションでもこんな鮮やかなキャラいなかったよね今までね。目立つよね。うん、それがこんな感じでこれを簡単に組み立てることができると、はい、入った完成ジェットジャガーです。こんな感じ、背中のね、こんな感じ。それではじっくりと見ていきましょう。東方怪獣コレクションについにジェットジャガー700分の1スケールで登場。身長は 1.8 から 50m、 体重 150kg から 25,000 トン、飛行速度はマッハ 3.5 のジェットジャガー。足先まで作り込まれています。かなりカラフルなロボットですが正義感感じますね。そしてこの顔、
かかとから足の裏、腰、背中、しっかりと作り込まれています。蛇腹状になってるんですね。カラフルな装甲に目が行きがちですが、しっかりとデザインを確認することができます。これは嬉しい。この鋼鉄の装甲強そうですね。50メートルクラスのゴジラと並べてみました。まるで怪獣チーム、初代ゴジラ、そしてメカゴジラ1974。メカゴジラもかっこいい。そして逆襲ゴジラ1955。そしてキンゴジ、キングコング対ゴジラ、ごついですね。こう並べてみると面白い。これぞ東方怪獣コレクションの遊び方、醍醐味じゃないでしょうか。かっこいいぞ。まるで怪獣戦隊、なんかいいね。重さを測ってみました。ジェットジャガーの重さは約 15g。 うん。それではビオランテのこの背びれをね、ちょっとつけていきますよ。楽しみにしてました。うん。このね、背びれね。うんうん、さあ、出てました。背びれだけでもかなり重いです。うん、1って書いてありますね。2と3と書いてあります。みたいね、はい。はい。これね、背びれこんな感じというね、すごい見て、ほんま。はい、わー、お腹かこうなってる感じですね。はい、おーね、すごいね、細かい。やっぱ植物感があるっていうかね、ゴジラとは違う背びれになっておりまして、この重さがさあ何グラムかと言いますと、よし、おお、 54.5。 すごい、もっとないのに。すごい。そしてこれを、はい、いきますよ。ここに、ここですよね。あ、はい、1ってことはここってことだね。はい、これだよね。ついにトサカというか背びれ、トサカだよね、これ。そうだね、もはや。はい、入りました。はい、入った。おー、入ったね、入ったね、これね。こういう感じですね。はいはいはい。おー、存在感すごくない？うわー、すごくなったね、さらに。やっぱさらにすごくなってきたぞ、これ。いかつさというか、威圧感が増しました。うん、ちょっと重さ測りますか。再度重さを測りますか。ね。はいはい。さあですね。さあ、重さを測りますよ。はい。いきますよ。よいしょ。よいしょ。あ、やべ。重たくて倒れました。重くなってきてるからね。重くなってきてますね。重くなってきてますね、これ。重くなって、大きくなってきてるから。重くなってきて、そうそうそう。重くなってきて。はい。はい。1423.8g。はい。大きくなりましたね、さらに。これさらに重くなりますからね、これから。どこまで重くなるのか。楽しみですね。うわ、かっこいいね。かっこいいよ。なんかかっこいい、なんか巨大なケーキみたい、めっちゃ重いケーキみたい。かっこいいのか。かっこいい、かっこいい。はい、っていう感じです。33号で完成。ジェットジャガーとビオランテを並べてみました。これだけの体格差。そしてゴジラ1989、ビオゴジとビオランテを並べてみると、これだけの体格差がある。東方怪獣コレクションだからできること。面白い。ゴジラの頭が食べられそうだ。劇中が再現できます。ビオランテ迫力がすごい。そしてビオゴジライン美しい。ミニラを含む G 細胞怪獣を並べてみました。初代ゴジラから50メートルクラス。そして84ゴジラ80メートルクラス。ビオゴジ80メートル。そしてデスゴジ1995 100m、 デストロイヤ 120m、 ビオランテ 120m、 そしてシンゴジラ 118.5m。 統一スケールです。東方怪獣コレクションは
まだまだ続きますね。楽しみです。ということで今回は東方怪獣コレクションの32号、そして33号を紹介していきました。はい、ビオランテね。はい。やっぱり、ビオランテ、大きいです。これね、ちょっとね、この、隣にいるこのゴジラ。これね、統一スケールのビオゴジなんですよ。1989。うんうん。はい。なんで、このビオランテとこのゴジラが劇中で戦ったってことなんですけど、これ、だいぶ違うよね。よく頑張りましたって、まずは褒めてあげたいよ、ビオゴジを。こういうことだもんね。うんうんうん。ちょっと待って。大きさ的にね、こういうでしょ、並ばせると。どう、うんうん、どう見える？こっちから見えないんだよ。ああ、そうかそうか。に違うよね。うん。これも、東方怪獣コレクションの統一スケール。700分の1統一スケールだからこそできる、ね、遊び方っていうことですよね。そして全ての造形が茨城明大先生が作ってらっしゃるということで、造形師も、はい、統一ということで素晴らしい。はい。で、ジェットジャガーね。この今までの怪獣コレクションの中にないカラーリングっていうか、ね、シルバーはいないもんね。あ、メカゴジラがシルバーですね。うんうんうん、はい、メカゴジラ。はい。ねえ、すごいもん。メカゴジラと唯一このシルバー同士っていう。サイズ感もなんか似てるね。はい、50メートルでしょ。うんうんうん。統一スケールだからね。うんうん、はい。っていうことは、初代ゴジラとかも同じスケール。これも同じスケール。はい。っていうことですね。これ50メートルクラス。はい。こんな感じであります。はい。これ、この3体は同じと。うん。後ろから見ても同じだよね。はい。ということですね。でね、このビオランテ、この間ね、我々が行った全日本模型ホビーショー。うん。あったね。うん、2024で。置いてあって、東方怪獣コレクションがまさか置いてあったんですよ。そこでなんとね、キングギドラがね展示されていましたね。あれってなったよね。ものすごいテンション上がった理由にはわけがあって、そのキングギドラ、このビオランテよりも高さがありました。そうなんです。ピットロードさんのコーナーに東方怪獣コレクション、そしてビオゴジ、キングゴジ、ビオランテ、そして1991の VS キングギドラがマイナスワンも展示されていました。マイナスワンゴジラめちゃくちゃかっこいいです。小さいけど楽しみだ。そしてキングギドラ、ビオランテよりもでかい。このキングギドラめちゃくちゃ顔がかっこよくて、目の塗装もしっかりしていて怖かったです。そしてかっこいい、眼球が赤い。これは楽しみです。このね、ビオランテとデストロイヤー、これがね120メートルクラスなんですよね。うん。で、キングギドラ VS シリーズのキングギドラは140メートルなんですよ。20メートル高いと設定では。そう、ということはどういうことかというとね、今ミニラちゃんがいるこの高さ、これおそらくね140メートルぐらいこれぐらいの高さね。だからこの高さの近くのキングギドラが来るということですよ。で、顔がめちゃくちゃかっこよかったからね。ねえ。本当にびっくりしました。茨城明先生、どうもありがとうございますっていう、キングギドラが、このビオランテの後に来るということで、これが東方怪獣コレクションを楽しみにしております。うん。今回もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしく、よろしく、そして、よろしく、まなみー。また見てねー。今後、東方怪獣コレクションでラインナップしてほしい怪獣をぜひコメント欄で皆様教えてください。お願いします。高評価、チャンネル登録よろしく、ゆうま。